はい、では、ファイナルファンタジー7リメイク続きやっていこうと思います。では、現在ね、前回、プレートが、プレート崩壊による、ちょっと7番街が、もう、潰れてしまったっていう、まあ、7番街崩壊ですね。はい、プレート落下による7番街崩壊が起こってしまったんですけど、で、こうね、崩壊した先の世界ですね、今ちょっと6番街にいるんですよね。で、そこからやっていこうと思います。おーい！誰がいねえのか！バレット。この先から聞こえる。そう、クラウドとティファとバレットは命からがら逃げ出せたわけなんですけど。せーの。私たちのせいだね。違うぜティファ。何もかも神羅のやつらがやったことじゃねえか。そうだろう。絶対忘れねえ。いいな。バレット、マリンは無事だ。うん。エアリスが言ってた。エアリス、捕まってた女か。うん。言ってた。うん、どういうことだ。エアリスに頼んだの。マリンを助けてって。信じるぞ。いいか。おい、どこ行くんだよ。ティファは最初から迷ってたもんな。そう、アバランチがやっていることとシンラがやってることね。でもなんかその辺の迷いがよく書かれてるよね。なんかね、自分たちもテロ行為をやってたと。でシンラも同じようにね、粛清って形で今回のようなことをしたと。うん、ティファのね、私たちのせいだねっていう言葉、ちょっと響くよな。ね、少なからず自分たちこの事態を引き起こして引き金になっているわけだからな。そうそう、バレたは違うって言ってたけど。よし、こんなことって人々は一つのさ小さい集団がさ超大手企業に立てつくようなもんだからな。でその超小さい組織がさどん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 やることが大きくなって名前も有名になってきて、で危機感を覚えた超大手企業が潰しにかかったみたいな図ですからね。うん。これって事故じゃないんでしょ？わかんねえよ。事故じゃないし、いや人々はあれですよね、アバランチの仕業って思ってるんだけど、まあ、実際は神羅が仕掛けたってこと。になってるんだよね。私思ったんだけどさ、一番航路の破壊もさ最終的にはあれですよね、神羅が潰したような感じで書かれてたよね。オリジナルではそうじゃなかったと思うんだよな。完全も神羅が爆破したって形になったと思うんだけど。どこに向かってるんだ？エアリスの家だ。5番街スラムにある。マリンはそこなんだな。他に当てはない。うん。いるって言えよ。希望を持たせろよ。いなくてもお前を責めたりしねえ。信じてバレちゃうとは文句言うだろうけどよ。ティファ、古代種って知ってるか？聞いたことはあるけど。古代種、生命学の本を読めば出てくるぜ。大昔星を開拓したって一族だ。星と語るとかそういうんだろう。それがタークスに狙われていた理由か。エアリスね。我こそ古代種の血を引きし者セフィロス。この星の正当なる後継者。また守れなかったな。喪失がお前を強くする。それでいいのか？どうしたの？なんでもない。急ごう。そう、古代種っていうのはこの星の作ったというか、まあ星の正当な継承者みたいな、とにかくすげえ人みたいな感じなんだよね。そう、星と会話ができるとかバレット言ってたけど、特殊な能力を持ってすげえ人って感じなんだよね。でツォンが前回かな、古代種を手に入れたみたいなことを言ってたので、エアリスは古代種なんだろうと、古代種の人々なんだろうということが考えられると。はい、でそしてセフィロスもそうなんだろうなっていうのがちょっと予想できますね。はい、だからさ、あれですよね、なんだっけ、ティファがエアリスにマリンのことを託す前に、エアリスがマリンのことだよねって言ったのは星と会話をしたからっていうのが考えられますよね、という話。お、サムじゃん。あ、そこもスタッフか。あれ、サムさんはチョコボは出せねえ。はい、だんだんちょっとエアリスたちのことが分かってきたような感じがしませんか。でもクラウド本体に関してはまだ謎が結構深いと思います。ということでウォールマーケットやり過ごそう。あいつら何してやがる。仕事だろうな。マリンのことだけ考えろ。今はな。はい、あ、ワーニング。やめとけって。でも見つかったか。目下屋敷の中を捜索中です。こもワーニングか。見つかったか。目下屋敷の中を捜索中です。屋敷の中を捜索中。コルネオかな。あ、こっちが来ちゃった。あれ、どうやって行くんだっけ。5番街。ホールマーケット。あ、大丈夫ですか。え、ちょっと待ってよ。ここウォールマーケットだもんな。5番街行きたいんだよな。あ、あれ、こっちコルネオの屋敷になっちゃう。あ、結構遠いな。結構遠い。FF7 ね、結構なんか設定とかが深いんだよね。だからなんか全部分かったっていうか、まあ理解できた時にかなりスッキリすると思う、このゲーム。ああ、そういうことだったのかみたいな。まあさ、設定資料集買おうかな、セブンの。ちょっと考えてるわ、ガチで。あれ、こっちでいいんだっけ。あれ、なんか戻ってきちゃった感があるな。ヘアレスの家に行きたいんだけど。緑公園。あ、違う。これ行き止まりか。まあ動画にはしないと思うけど、2週目の時なんかサブイベントちゃんとやろう、私。ちゃんとやろう。やーばい。これだね、平和な時の7番街にはもう戻れないですよね、これね。道路か。こっちでいいんだろうな。プレートがない。あ、ニュースだ。先ほど7番街のプレートが崩落した模様です。そう。現在隣接するエリアは立ち入り禁止区域に指定され、ほう、近隣区域の住民に対して外出を控えるよう勧告が出ています。シンラカンパニーでは新たに崩落侵襲対策本部を設置し、崩落の原因や他の区域の崩落の危険性について調査を開始したといいます。当局は前日から発生している爆発の結果と関連する可能性があるとしています。繰り返します。ほう、ニュース聞いとったわ、ニュース。あ、違う。どこだっけ。子供たちの秘密基地があって、あ、こっちだよな。ちょっと待って。綺麗だね、おね、ほんとめっちゃ綺麗だよな。こう、あの家パレット。あ、ちょっと暗い雰囲気だけど、あ、ちゃんとライトもついてんだな。めっちゃ綺麗よな。何度見ても感動するわ、エアリスの家。入りますね。マリーはどこにいる。バレット。すまねえ、俺はバレット、マリンの父親だ。マリンはおかっぱ頭で、天使みたい可愛らしい顔をしてる。服はピンク。今日はピンク。2階で眠ってるよ。うん、眠ってるからね。バレット、落ち着け。私たちも行こう。顔見て安心したいな。騒いで起こすんじゃないよ。そうだね。お母さんありがとうございます。本当にあんたたちも2階へ行っておやり。騒いで起こすんじゃないよ。はい。突然の訪問にもかかわらず受け入れてくれたエアリスママ、優しすぎんなマジで。マリン、よかった、無事で。ここエアリスの部屋ですよね。アイテムあるんですがそこが気になるのですが。エアリスは神羅に行ったよ。そう、すまない。エアリスにマリンのことを頼んだのは私です。知り合ったばかりなのにとてもよくしてくれて、だから甘えてしまいました。あんたらのせいじゃない。遅かれ早かれこうなる運命だったのさ。古代種だからだな。うん。あの子から聞いたのかい？よほど信頼されてたんだね。そう、エアリスは古代種の生き残りらしい。私は違うよ。あの子は実の娘じゃないんだ。15年前のことだ。夫は最前線に配属された兵士だった。休暇で帰るという手紙を受け取って、約束の日駅まで迎えに行ったんだ。でもあの人は帰ってこなかった。何か良くないことがあったのだろうか。いや、休暇が取り消しになっただけかもしれない。祈るように毎日迎えに行ったよ。そこであの子と会ったのさ。ウォールマーケットから逃げてきたのか、それともプレートにいられなくなったのか、たまに見かける光景だった。エアリスを安全なところへ、そう言い残して彼女は死んだ。実のお母さんだね。めっちゃ美人やな、お母ちゃん。エルミナさんも美人やけど。夫は帰らず、私も寂しかった。だからエアリスを連れて帰ることにしたんだ。私たちはすぐに仲良くなれたよ。よくしゃべる子でね。いろいろ話してくれたよ。どこかの施設から母親と逃げ出したこと、うん、お母さんは星に帰っただけだから寂しくなんかないってこと。星に帰った、生命学の考え方だ私には意味がわからなかった。夜空の星かって聞いたら、違う、この星だって言われて。まあ不思議な子だったね。お母さん、泣かないでね。エアリスが突然言い出した。何かあったのかって聞いたら、お母さんの大切な人が死んじゃったよ。心だけお母さんに会いに来たけど、でもやっぱり星に帰ってしまったの。私は信じなかった。でもそれから何日かして、夫の戦死を知らせる手紙が届いた。とまあこんな具合でね、いろいろあったけど幸せだったところがある日、あ、ゾンさん。いや、絶対や。エアリス、君は大切な子供なんだ。古代種の血を引き継いでいる。私はもちろん聞いたよ。古代種って何だってね。古代種は史上の幸福が約束された土地へ我々を導いてくれるのです。言い伝え、何かの比喩、いろいろな見解があります。しかし我々は文字通りの真実としてそれを信じています。神羅カンパニーはぜひともエアリスの協力を。違うもん、古代種なんかじゃないもん。でもエアリス、時々誰もいないのに声が聞こえることがあるだろう。そんなことない、思い当たることがいろいろあってね。ああ、この男が言っている話は本当なんだろうと思ったよ。居場所を知っているのに誘拐もせずに待つなんてタークスらしくないな。エアリスの自発的な協力が必要なんだとさ。だから神羅に連れて行かれたと言ってもお客として扱ってもらえるはずだ。用が済んだらすぐに返してくれるだろうよ。どうかな。何をしようってんだい。ことを荒立てないでおくれ。エアリスまで失うことになったら私はもう、頼むよ。クラウド、お母さんの言う通り、用が済めば帰ってくるかもしれない。だからもう少しだけ待ってみない？7番がエシュラムに戻らねえか。やることいろいろあんだろ。セブンスヘブンも確認しておきて。うん。わかった。クラウド、今すぐにも助けに行きたいだろうな、エアリスのこと。ということでね、今回ね、いや、かなりの核心部分に触れた話でしたね。このエルミナさんの話ね。もうエルミナ母ちゃん超いい人なんだよ、本当に。いい人なんだよ。実の娘のようにな。エアリスのこと育ててくれてな。てかエアリスの生みの母ちゃんめっちゃ美人やったな。まあそうね、生みの母ちゃんもいろいろ秘密があるんだけど、まあそれは多分この文作第1作目では多分出てこないかなって思うんだけどね。はい。ということで今回ね、古代種の話がメインだったかなって感じですね。あとエアリスの話ね。はい。ということで、じゃあご視聴いただきありがとうございました。じゃあ次回、7番街スラムに戻るのかな。ちょっと。あれなんか、オリジナルだとどうだったんだっけ。なんか、助けに行くっていう流れになったような気がするんだけど、まあ、いろいろちょっと挿入されそうですね。はい。じゃあご視聴いただきありがとうございました。